銀座四丁目交差点にお集まりの皆様、ご通行中の皆様、こんにちは。こちらは日本保守党、日本保守党と申します。日本保守党は昨年の秋、ベストセラー作家百田直樹、愛知県の名古屋前市長川村隆、そして今この街頭宣伝車の壇上にを登っておりますジャーナリスト有本香織らが中心となって、新しい政治団体日本保守党を結成いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この度の衆議院総選挙におきまして、私たち日本保守党は北から順番に北海道、北関東、そしてこの東京、南関東、東海、近畿の6つの比例ブロックにおきまして、合計26人の候補者を擁立いたしております。ありがとうございます。来る10月27日の投開票日、そしてさらに期日前投票が皆様のご自宅近くの投票所で始まっております。投票用紙の2枚目には日本保守党、または略称で保守党とお書きいただきますように心よりお願いを申し上げます。ありがとうございます。日本保守党は日本の国を豊かに、日本の国を強く、そのキャッチフレーズのもと、昨年秋以来1年間にわたり活動を続けてまいりました。そしてこの8月9月は北は札幌から西は大阪あだらまでのサマーキャラバンを実施いたしました。たくさんの方にご支持をいただいております。チャイムが鳴っております。これが開始の合図です。なんだか小学校のことを思い出しました。それでは大変お待たせをいたしました、日本保守党の事務総長であり、こちら3時でございます。日本保守党の事務総長有本香織、東京選挙区の比例名簿にも掲載されております。有本香織から皆様にご挨拶をさせていただきます。どうぞご清聴ください。銀座四丁目交差点付近をご通行中の皆さん、お買い物中の皆さん、そして今日もお仕事中の皆さん、こんにちは。日本保守党です。私たち日本保守党はまだできてわずか1年、私もですね、実は私は中央区の区民でございますけれども、ちょくちょく銀座に買い物に来るんですが、1年ちょっと前まではまさか自分が銀座4丁目に立って演説するなんてことは全く考えておりませんでした。人生何が起こるかわからないわけでございますけれども、しかしですね、私がまさかというような人生の選択をするぐらい日本は今大変な状況ということでございます。皆さん、ここにお集まりの皆さんもそうだと思う。日本はこのまんまだったらどうなるのかと本当に心配でいても立ってもいられない。だから日本保守党の演説を聞きに行こう、こういうお気持ちの皆さんだと思います。銀座4丁目というのはですね、よく日本で一番地価の高い
というふうに紹介をされる。まあ言ってみれば日本の富の象徴みたいな場所の一つではあります。でも皆さん、30年前と今とだいぶ光景が変わったというふうに思われないでしょうか。私は長くこのエリアでいろいろ暮らしておりますけれども、もちろん今も昔も銀座はこうしてお休みになれば人通りが多い。しかしですね、最近平日の夜なんかはかなり静かなんですね。昔はね、平日の夜でも銀座の道道というのは歩けないぐらいでしたよ。みんなね、仕事終わりの人が銀座の街へ繰り出してお酒を飲んだり食事をしたり楽しくやっていた、そういう光景がいつしか消えてしまったんですね。そして今、もちろん外国の方がたくさん遊びに来られて日本でお金を使って楽しく過ごされる、それは結構でございます。しかし、じゃあ肝心の日本人の懐はどうなったかという話をここでしたいと思います。銀座にいるとそんなことはあんまり実感できないかもしれない。でもこの日本の30年前と今とほとんどサラリーマンの平均年収変わってないんです。そういうことをあんまり政府も言わない、そしてメディアもなぜかあんまり言わない。要するに平均的に働く日本人、一生懸命日本の巷を支える日本人の稼ぐお金というのは30年前も今もほとんど変わらないと、こういう状況でございます。一方、税金は上がっている。消費税一つとっても30年前は 3%、 今は 10%、 そして社会保障の負担も上がっている。電気代に至ってはこの10年だけで倍ぐらいに上がっている。ということは平均的なサラリーマン、まあ若い方が多いと思いますよ、使えるお金どんどん少なくなってる。30年前私も若い会社員でした。当時の私、それと今の若い30代のサラリーマン、同じぐらいの給料をもらっている。だけど負担として取られるお金はもっともっと多い。これではね、少子化なんかじっとやそっと少子化対策やったって解消されるわけがありません。そう思いませんか皆さん。そしてちょうどね、この前話題になっていました、東京の新築マンションの平均価格1億を超えた。サラリーマンの平均的年収400万から500万ですよ。どうやって1億以上のマンションを買うんですかという話です。30年前はどうだったかといえばですね、まあ30年前も高かった。でも30年前はなんとかバブルが弾けた後だったから新築でも1億までは超えてなかった。そして1都3県を含む首都圏、ここで比較をするとですね、まあこれもサラリーマンの平均年収同じなんだけれども、今は新築のマンション8000万超えてます。ということは20倍ですよ。どう考えたって買えないでしょ。そして30年前、ちょうど私が若いサラリーマンだった頃、その頃はどうだったかと調べてみると、当時首都圏の新築マンションの平均は5000万以下だった。4000万円台だ。まあこれだって大金、自分の年収の10倍近いんですから、みんな長いローンを組んで30年後には完済できるだろうというような形で人生設計を考えていた。でも今はね、長いローン組もうがどうしようか、新築のマンションなんか平均的サラリーマン全く手が出ないという状況。こんな風な仕組みにしてしまったのはやっぱり政治の責任です。この30年の間にもちろん優れた政治家も少しはいたけれど、そうではない日本の政治の流れがどんどん日本人を貧しくしていった。そして日本の国力を弱くしていった。なぜなら周りの国の方が豊かになってしまったから。周りの国が増長して日本に対して軍事的挑発を強めてくる、こんなことは日本が豊かだったらありえないんです。ですから皆さん、日本が、日本人が当然の豊かさ、これをもう一回取り戻す政治、今やっている日本人を貧しくする政治、日本の国力を弱くする政治、これを一刻も早くやめさせないと間に合わなくなる。そして日本は
近県でいろんな問題が起きている。この銀座に遊びに来られている外国の方、それは私は歓迎いたします。ところが関東の近県ではそういうこととはちょっと違う、いわゆる移民問題起きています。外国の人を日本に入国してもらう、それはいいでしょう。ところが例えばいろんな犯罪を犯す、ルールを守らない、あるいはその滞在期間を超えてオーバーステイをしている、こういう人たち本来は国に帰ってもらわなきゃいけない。ところが強制送還するのが大変、コストがかかる。じゃあ収容施設に入ってもらおう、収容施設が足りない、だから仮放免といって一時的にまあシャバに出てくれていいですよと。でもこういう人たちがただ単におとなしくシャバにいるだけじゃない、ルール違反を犯す、あるいは仕事をする、まあ、こういうことでいろんな軋轢が起きる。こういうことはお隣の埼玉県あたりではもう顕在化してきている。これはですね、今ヨーロッパで起きている移民問題、これの前兆です。日本の入国管理、あるいは日本の治安維持、こういうことをしっかりルールをもう一回考え直さないと、日本の10年後20年後、いやもっと手前かもしれません、5年後には日本は今ヨーロッパで起きているような大変危ない国になってしまうかもしれない。こんな風に街頭で私たちも街頭演説を安心してできる国でなくなるかもしれない。警察の皆さんがどんなに努力して日本の治安のため安全のために日夜働いていても、今のルールでは今後もっと凶悪犯罪が増えてくる、あるいは私たちが知らないところでどんどん地下に潜って犯罪組織ができていく、こういうことに対して対応できない、今の警察の体制では対応できない、こういうことも全て私たちは国会で問題提起をしたい。なぜ今の国会は日本人の安全、日本国民の安全、日本のこの、日本の国の文化、伝統、ルール、こういうものを重んじるようなそういった入管政策をしないのか、こういうことについて問題提起をしている党派ありませんから、今国会の中に。そうでしょ、なぜみんなそういうこと言わないの。それはですね、そういうことを問題提起すると外国人を排斥してるんだというふうに非難されるのが怖いからです。私たちは決して外国人排斥ではない。私は東京でもたくさんの外国の友達が、外国から出身の友達がいます。そういうことではない。ルールを守らない、日本の伝統、文化、価値観、こういうものを全く重んじない、そういう方たちとは共生は難しいということをはっきりさせるべきだと言っています。このことには何でも秩序が必要、何でもかんでも野放図にやればいいってもんじゃありません。そして一部の財界人と一部の政治家、例えば前の首相の岸田さんの弟さんはインドネシアから労働者を入れる仕事をしているそうです。まあだからどうってわけじゃないけれども、そういうビジネスに、もしかしたらそういうビジネスのために日本の国策考えちゃいませんかということを言いたい。何でもかんでも利権に結びつけて、そして今までの政治家、例えば外国人からパーティー券たくさん買ってもらってる、そんな人たちがですね、日本人の安全、日本の国益第一に政治をやるわけがないと私は思っています。ですからここではっきり申し上げたいのは、私たち日本保守党、まあ本当に小さな政治団体、そして国政政党ではありませんから、まだまだものすごく範囲が大きい。今回の選挙も私たち国政政党じゃないので、小選挙区と比例と両方重複立候補することができない。我々の仲間は今愛知県で4人戦っています、小選挙区を。でも小選挙区一本勝負です。比例で保険かけることができません。それだけじゃなく、この人たち単に小選挙区一本だだけじゃなく、国政政党よりもポスターの数、ビラの数少なく制限されている。それぐらい不利な状況で、前の名古屋市長の河村隆史以下4人が果敢に小選挙区にチャレンジしている。そして私たちは残り26人、この東京をはじめとする6つのブロックで比例代表として立候補しています。もう私たち小さな団体にとってはもうこの体力の限界みたいな形で戦っているわけですけれども、なぜ
ぜそこまでしなければいけないか、これはもう日本にあんまり時間が残されていないのではないかと考えるから。そして今の政治、今私申し上げたように選挙制度一つとってもものすごく今の国政規制政党は有利、要するに新規参入を許さないようなところに守られて、そして自分たちの議席を守るため、自分たちの地位を守るため、利権を守るためだけに政治をやるような人たち、こんな人たちにもう政治を任せておけない。ずっとそういう人たちに政治の実権を握られていたら日本はますますまずく弱くなるからです。それではあんたたち何ができるんですかと、まあよく言われますよ。私たちに確かにあんまり力はないでしょう。だけれども私はある自民党の議員に言いました。確かに我々に今のところ何の力もありませんと。でもねと、あなたたちみたいに延々と間違ったことをやり続けてどんどん日本を貧しくするようなそんなことだけはしないし、それに対してノーだとはっきり言えるのは私たちだけでしょうと。あなたたち言えないでしょうと、そういうことなんでございます。ですから今のあの政治にノーと、完全にノーという勢力が必要だと思いませんか皆さん。ありがとうございます。ということでですね、私たちいろんなことを考えながら日々皆さんに訴えをさせていただいてます。もう一度申し上げますけれども、まさか銀座4丁目でこんな風に声を張り上げて演説をする日が来ようとは全然考えてもおりませんでした。1時間前に名古屋では私ども日本保守党のツートップ百田直樹と河村隆が2人で機運を上げて名古屋のテレビ塔のもと大変盛り上がったと聞いていますが、それに負けてはいられませんので、この銀座でも大いに盛り上げたい。日本保守党、日本保守党ここにあるということを皆さん銀座でぜひとも皆さん銀座でこの熱気でお披露目いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こう感じることは女性がすごく増えている。そして今日もですね、女性の方、聴衆の方の中に非常に多い、まあ銀座ですからね、本当に皆さん素敵な服装をして街頭演説聞きに来てくださる。つまりまあ普通の日本人がやっぱり今の政治に怒ってるということの表れだと思います。もちろん私たちに期待をしてくださってるのはありがたい。だけどそれよりも私が非常に深刻だと思うのは、私自身も普通の日本人、皆さんもそう、この普通の日本人があまりにも今の政治は理不尽じゃないかと怒っている。だから女性もお一人お一人みんなここに来て日本保守党の話を聞こう、応援してやろうと、こうやって集まってくださっているんだと思います。それだけ深刻なんだと思います。それでですね、まあ今日このように皆さんに話をしているわけですけれども、まあ、私たち日本保守党何にもできないんだろうとよく言われますけれど、先ほども言いましたようにこれから今間違っている、特に自民党公明党政権がやっている政策、例えば先ほど申し上げた、なぜこんな時に国民の所得がほとんど上がっていない、負担だけが増えている、しかもこの 2,3 年物価がものすごく上がっている時になぜ減税の議論をしないのだと、こういうことについて私たちは完全とものを申していきたい。あるいはエネルギー政策、いろんなところで訴えてますけれども、再エネ再エネっていい加減にしろということでございます。それから約1ヶ月前だったと思います、この同じ場所に自民党の総裁選の候補者だった小泉進次郎さんが立っていた。私はその辺で聞いてました。小泉さんはこうおっしゃった。自民党を変える、日本を変えると。ちょっと待ってくださいと、あなたたち自民党さんが変わらなきゃいけないのはその通りかもしれない、だって不祥事が多すぎるから。でもね、その勢いで私たちの大事な国日本を変
ここにお集まりいただいた皆さん、あるいは足を止めて聞いてくださっている皆さん、みんな日本のことが心配だというお気持ち、どっかの党みたいに利権に絡まれてそれで動員された人たちじゃない、お一人お一人がご自分の意思で日本保守党を応援して何とか日本に希望をつなごうと思ってらっしゃる人たち、そこに利権やしがらみや自分の損得なんてものは全くない、この本当に皆さんの高潔な思い、これは全く今の政権与党にないもの、その点において私たちはすでに勝利していると言えるかもしれません。ある政党の人がですね、おととい私に電話をかけてきてこう言いました。張本さん、調子良さそうだねと。いや、調子がいいかどうかは全く分かりません、だって初めての選挙戦なんですからと言いました。だけどたくさん人が集まってるみたいだけれども、どうやって集めてるのと。いや別に集めてませんよと。もちろん告知はしてるんですけれども、告知をしたら皆さんがお一人お一人の意思で集まってくださってるんですよ。あの人たちは動員かけるって発想しかないから、どうやって集めてるのかっていうことを知りたくてしょうがない。私たちはそんなこと考えたこともない。皆さんに X だとかいろんなもので告知をすると、明日はここでやりますよと街頭演説で言えば、思いのある方が集まってくださる。その思いの強さ、日本を思う純粋で高潔な思いの強さ、これが彼らにはないんです。ですからもう一度言います、その思いの素晴らしさに関して私たちはもうすでに政権与党に勝利している、ということだと思います。今までに日本保守党と2枚目の投票用紙、保守党、日本保守党と書いてくださる方がどれだけいらっしゃるか。ですから今日お集まりの皆さん、あるいは今日銀座4丁目で私たちの訴えを聞いてくださった皆さん、ぜひとも皆さんの周りに広げてほしい。私たちは日本を豊かに強くしたい、もうその1年でございます。今日本はあの政治を、あの日本を弱く貧しくする政治をやめさせないと、この先大変なことになります。そういうことで私たち今日もこうして街でいろんなところで訴えております。ですから皆さん、なんとかですね、27日、まあ27日中に結果が出るかどうかも分かりません、私たち比例ですから。ですけれども、なんとかですね、私たちの代表誰か1人2人国会に送り込んでいただく、そういうことを皆さんにお願いしたいと思います。そしてぜひ皆さんと一緒に私たちの日本を守って、日本をもっと豊かに強く、そのために皆さん、私たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。すいません、実はですね、ちょっと多少喉がやられてきましたんですけれども、ちょっと選手交代したいと思います。ですね、私ども、まあ、いろんな仲間がいるわけですけれども、まあ、日本保守党、一体こんな人をどういつまで何年、今回までどうして隠してたんだというふうに言われるんですけれども、決して隠してたわけじゃないんですが、私たちの新たな非常に力強い仲間、富田至を紹介したいと思います。富田至、ここで皆さんにご挨拶させていただきます。今ご紹介いただきました富田至と申します。本日ですね、喉が非常にやられてやばい状態でございますが、今までマスクして温存してたんで、もう聞き苦しいと思いますけどね、ちょっと今日は静かめに私話します。それをお許しください。ありがとうございます。まさかですね、私こそ銀座4丁目でこうやって凱旋者の上でこんなに多くの皆さんの前でお話をするなんて、先週の木曜日までこれっぽっちも思ってなかったんですよ。それが今週のこの前の火曜日から毎日毎日街頭で訴えをさせていただいております。まあ何分ですね、私は初めてのことなんで、声を出すボリュームとか、強さとか、まあ、全然素人なんでね、昨日ちょっと新宿の西口
自分的にもすごくアドレナリンが出まくってちょっとやりすぎちゃいました。本当に今日ね、お聞き苦しく申し訳ございませんです。どうぞお許しください。あのね、私いつもやりすぎてんですよ。毎日毎日やりすぎてると、もうね、リミッターがなくなっちゃいますから、ちょっとここでね、もう一つリミッター外しておく。大丈夫です。鉄の女より鉄に近いって言われてる有本香織にこう言われて、じゃあやってみようかって思っちゃいましたよ、これ。じゃあ行きましょうか。さて皆さん、こんなね、日曜日のいい天気の日曜日にわざわざ銀座まで足を運んでいただいた皆さん、私たちの話を聞きに来てくださった皆さん、もちろん有本香織の話を聞きに来てくださったんでしょうけど、私は勝手に私の話も聞きに来てくださった皆さんだと思ってます。ありがとうございます。だから私は勝手に皆さんのことを同志だと思います。同志がこれだけいるんだから、どうだか多少滑りようがやったら やりますよ。滑りますよ。ありがとうございます。さて私はですね、あの九州大分別府の出身でございます。大学で東京に出てきて、大分の田舎者からすればね、この銀座なんてのは本当に別世界で、あの田舎者がちょっと歩くのも怖いぐらいの場所でございました。こんなところに私が立ってるなんてね。だって私は普通の庶民なんですよ。八王子に暮らして毎日立川に出勤してね、立川の飲食店でシェフが作ったおかずとご飯を弁当箱に詰めて毎日立川の街の中で移動販売しております。それが私の副業です。毎日立川で550円の弁当を売ってる還暦のおっさんがなんでこんなところでお話してるかというと、私は許せないことがあるからです。60年生きてきて私が教訓として学んだことがあります。それは人生、仕事において、人間関係において、これなんか変だなとか、ちょっと違和感あるよねと思うことをスルーしちゃダメなんですよ。私何度もスルーして、スルーするたびに必ず後で手痛いしっぺ返しに遭う。もう何度も何度も手痛いしっぺ返しにやってたんですよ。私失敗続きの人生だから。さすがに何度もね、手痛いしっぺ返しにやったら、このボンクラの私でもこれはまずい、これはやっぱね、おかしいと思った時にすぐおかしいよって言わないと大変なことになるっていう教訓を学びました。で今日はなぜ私がこれはまずいと思っていることがあるかっていうのをちょっと皆さんに解説というかご説明させていただきます。2010年代から LGBT っていう言葉、皆さんもう耳にタコができるぐらい聞いてるでしょ。 LGBT 大体どういう意味か分かりますね。いちいちもう説明しませんけど、私は LGBT の中で言えば G ですよ。ゲイ、男性同性愛者です。いわば LGBT の当事者である私からしても、今の LGBT っていう風潮にいい加減うんざりしてます。それはなぜかというと、メディアが取り上げる LGBT の人たちはみんな差別を受けてるかわいそうな人たち、そういう扱いなんです。でもそれは私が40数年間ゲイとして生きてきた生活実感とは全く違います。私はゲイ雑誌の編集長を20年近くやってきました。その中でたくさんの日本中のゲイの人とお話をしてきました。さらに私は個人的にゲイの友達もいっぱいいます。でもメディアに出てくる LGBT の人たちみたいに差別に遭ってるとか生きづらいなんていう人会ったことないですよ。むしろ問題は芸同士の中のいさかいの方が大きいんです。そういう実態を知ってるから、メディアが取り上げる LGBT に対してすごく違和感を抱いています。第1、 LGB は誰を好きになるかということです、ね、女性が女性を好きになればレズビアン、僕みたいに男で男が好きなのゲイですよ。どっちも好きならバイセクシャル、それだけのこと。でも T とか最近はね、 Q プラスってのがついてるの知ってます？ LGBTQ プラスって言うんですって。 TQ プラスなんて僕とは全く関係ない。誰を好きになるかじゃなくて、性自認とかジェンダーアイデンティティってことに関わる問題なんです。問題なんですっていうか問題らしいです。なぜなら私は性自認とかジェンダーアイデンティティ関係ないから。で世の中で取り上げる LGBT とか LGBTQ で大体取り上げられるのは TQ プラスなんですよ。私たち LGB なんて実は関係ないの。
ただ LGBT を一緒にするとパイが増えるから、だから一括りにされちゃってるの。それに対して私はモヤモヤしてるし頭にきてるんですよ。ありがとうございます。 LGBT 活動家という市民活動家の人たちがいっぱいいます。いっぱいはいないんです。その説明を今しますね。 LGBT が全国の国民の人口の中でどれぐらいの割合がいるか実際わかんないです。でもここにほど近い電通という会社がね、2014年からなんか調査して発表してるんですよ。2年ごとに最初はね 6% 台、それが2年ごとにどんどん数値が増えると。2年ごとに増えるとおかしくない？だそんな増えるはずないじゃない。でもどんどん増えて去年は 9% 台までいったの。1億3000万人の 9% 台って言ったら1000万人以上ですよ。もうマイノリティじゃないんだけど、でもいるらしいんです、電通の発表によると。じゃあその1000万人いるとして、その中の市民活動家って1000人ぐらいです。マックス1000人ぐらいです。でもその人たちしかメディアに出てこないし、その人たちの意見しか国会議員も自治体の議員もお役人もメディアも聞いてくれないんです。1000人の意見だけで LGBT のイメージが作られてるんです。その周りにはたくさんの当事者がいますよ。普通に世の中で生きているトランスジェンダーと言われる人たちの中にも普通に世の中に溶け込んでる人いっぱいいます。そういう私たちからすると、その1000人の LGBT かわいそうな人たち、そんな人たちを中心に世の中が動くことが耐えられないんです。ありがとうございます。いろんな企業がいろんな対応をしようとしてトンチンカンなこといっぱいやってます。まあそんなこともムカつくけども、何がムカつくって、去年2月に岸田総理がいきなり LGBT 理解増進法を進めるように指示をしたと言いました。この法律自民党の中では2010年代から作られて揉まれて揉まれて作り上げたけれども、結果的に安倍総理の時代にこれはもうこのまま進めないと棚上げにするという形になったものなんです。いわば吊るしてる状態で、もうこのままずっと吊るして終わりになるはずのものだったんです。それを国民に対して理由も説明しないでいきなり進めろって言って、結果的に去年の6月に決まっちゃいましたよ。皆さん LGBT 理解増進法ってどんなものか知ってます？わからないでしょ。まともな議論もしてないし、まともな説明も受けてないから。この法律、子どもの教育というのが入ってるんです。学校の理事長や学校の校長に対して生徒主導に LGBT の教育をするという努力目標が課せられています。でもね、私たち日本人って真面目だから、努力目標って言われるとやらなきゃいけないなと思っちゃうんですよね。そういうもんでしょ。だから今年度から皆さんのお子さん、お孫さんの学校でLGBT の教育がすでに行われてます。 LGBT の教育って言ってもガイドラインがないんですよ。本来 LGBT 理解増進法が去年6月に決まって翌日から施行された。でもガイドラインは年内をめどに作るって言われてました。あれから1年半以上経ってまだできてないんですよ。ガイドラインも指針もないまま子どもの教育だけがどんどん進んでるのが今の状況です。お聞き苦しい、すいませんね、本当にね、本当申し訳ない。じゃあね、そのね、ガイドラインがないまま先生たちだって教えられないですよ、分かんないんだから。どうするかっていうと、じゃあ地元の専門家に頼もう。地元の専門家って何かっていうと市民活動家ですよ、 LGBT の活動家。彼らが呼ばれて学校に行ってガイドラインないまま好き勝手に彼らが考える教育が今なされてるんです。小学校低学年の子に4つの性があるって言って、体の性、心の性、好きになる性、表現する性、何のことだか分かんないことを教えるんですよ。そしてあなたはどれですかっていうの。ちょっとボーイッシュな女の子は、私は体の性は女だけど心の性は男かなとか、表現する性は男かなとか、そんなこと考えちゃうの。でもこれはその時点ではまだ大きな問題にならないんです。これは仕掛けられた爆弾なの。皆さんね、
今年60歳のこのしぶといおっさんだって思春期はありましたよ。40数年前に鉄の女だって多分あったと思う。思春期が皆さんもあったでしょ、ね、思春期近い人もいれば結構遠い人もいるかもしれないけど、みんな思春期があった。思春期はいろんなことに悩む。その中の悩みの一つが性の揺らぎですよ。女子校、女の子と、なんか女の子ばっかりの中でちょっとかっこいい先輩が素敵に思えてバレンタインでチョコレートあげたりとか、そういう経験ある女性も多いでしょ。そうやって性の揺らぎの時期に悩むのもいいんです。悩めばみんな悩んで大人になるの。でもその時に爆弾が爆発するんですよ。小学校低学年の時に体の性、心の性、好きになる性、表現する性なんてことを教え込んだから、それが性の揺らぎの時期に自分をその枠にはめ込もうとしちゃうの。だから今小学校低学年の子供たちにそういう爆弾がどんどん仕掛けられてるんです。その現状を多くの人に知ってほしいと思いました。私は庶民だから、私がこんなモヤモヤしたことを伝えようとしても使える武器は SNS しかない。だから2010年代の後半から毎日毎日何年も SNS つまり X でこういう問題点を語り続けてきました。そうすると少しずつ共感の輪が広がって、危ないねって気づいてくれる人が増えてきた。いいねを押してくれる人が増えて、フォロワーさんが増えてきた。その中の一人が鉄の女有本香織でございます去年 LGBT 理解増進が進むってなった時にまずいと思って私を呼んでくれて有本香織チャンネルに出してもらいました。そこで私は言わなきゃいけないこと、伝えなきゃいけないことを話しました。それが私の多分 YouTube のちゃんとした番組に出る、ニコ生に出る初めての経験です。でもそこからまた多くの人が、有本香織のファンの人が私のフォロワーになってくれて、その共感の輪が広がってきている。でも私にできるのはそこまで。なぜならメディアも国会議員も私みたいな普通の活動家じゃない単なる庶民のおっさんの声なんか聞いてくんないからですよ。私が必要としてるのは活動家ではない、普通の世の中に溶け込んで生きている普通の当事者の意見を国会に持ってってくれる議員なの。ありがとうございます。このためにはね、意見とかしがらみに取りつかれてないまっさらな国会議員を生み出さなきゃなんないんですよ。この日本保守党は LGBT 理解増進ができた時にごめんなさい、直情型って言いそうになっちゃって、ちょっとね、まだね、百田さんお会いしたことないんでそんなこと言うと後で怒られると思うけど、まあいいや。直情型の永遠のゼロのベストセラー作家百田直樹がこれもあかんって、許せん許せんと、わしが信徒作ったのはって作ったのがこの党ですよ。私の抱えているこのモヤモヤ、世の中に溶け込んで生きている当事者が抱えているモヤモヤ、これを国会に持ってってくれるこの党しかないと思った。だからね、先週、まあ、1週間前の木曜日、私がね弁当を詰め終わってちょっと汗かいてから T シャツ着替えて、さあ今日も弁当完売するぜと思いながら街に出ようとした時に電話が鳴ったんですよ、スマホが電話に出たら有本ですっておっしゃいました。私人生の中で2回しか有本さんから電話を受けたことないのに、なんでこんな時にって、もう来週告示だっていう時になんで忙しいはずなのにと思ってちょっと嫌な予感がしたら、比例代表の名簿に名前を入れませんかということを言っていただきました。でもその時ね、私ねチャンスだと思ったの。こうやって皆さんの前で私が抱えている問題を SNS じゃなくてリアルに皆さんの前でお話できる、これはチャンスだ、こんなチャンスを逃しちゃいけないと思った。ありがとうございます。さらにね、街頭演説でやり始めて分かったんですけど、今日もいらっしゃってますけど YouTuber の方がたくさん来ていただけるの。 YouTube の私の喋ってる動画がいっぱい残るようになってきたんですよ。昨日とか一昨日とかは、まあ、この方スパルタなんで選挙活動初めてなのに、お前もうできそうだから一人で行ってこいって言われてチラシと旗を吹かされて、一人でお前な中央線の方から全部攻めてこいって言われて一人返せしましたよ。そしたら
手伝いに来てくれるの。このおっさん、庶民のおっさんがね、いきなりやれって言われたってかわいそうだろうと、いくらなんでもひどいだろうって言って、本当にたくさんの人が来てくださって毎日助けていただいたの。さらにこんなおっさんの一人語り、有本香織もいないのに、こんなおっさんの一人語りを YouTuber の方が撮りに来てくれて、昨日一昨日の私の凱旋も YouTube に残ってるんですもん。これね、すごいことですよ。松川で毎日550円の弁当を売ってるおっさんの話がどんどん YouTube に残ってくんだから、こんなね、副産物が生まれるとも思わなかった。だから電話をかけてくれて本当に感謝してます。ということでね、私のモヤモヤはこれです。皆さんもいろいろモヤモヤがあるからこういうとこに集まったでしょ。日本保守党の政策を見て、このモヤモヤを、私たちの庶民のモヤモヤを国会に持っていきたい、国会に風穴をあげたい、そうお考えならば必ず27日、いや期日前投票でもいいですよ、必ず2枚目の投票用紙には日本保守党もしくは保守党とお書きください。いいですか。それだけじゃないと、それだけじゃないと、同志の皆さんにお願いしたいのは、皆さんのご家族、お友達ね、それから親戚の方、会社の同僚、ママ友、なんて誰でもいいですよ、なんとなく選挙の話誘導して、そして、比例どこ行ってるって言ってくださいよ。どこの政党もいいとこないよねって話に絶対になるから、そうなったとき、こっそり、なんか欲しいとっていうのが、日本保守党ってのがあるみたいだよとか、割とね、日本保守党のホームページ見たらいい政策書いてあるよってこっそり教えてあげて。これね、大事なのは、有本や僕みたいに日本保守党、日本保守党なんて押し付けちゃダメ、押し付けられたらみんな嫌だから、こっそりこっそり教えてあげてください、ね、そうすることで日本保守党の輪が広がります。いいですか。ありがとうございます。今週土曜まで私たち一生懸命頑張ります。弁当を売ってるおっさんが喉を潰しても頑張りますよ。でも頑張るのは私たちだけじゃない、同志の皆さんも頑張ってください。一緒に頑張りましょう。そして21日に日付が変わるかもしれないし、朝方までかかるかもしれないけど、一人でも二人でも三人でもまっさらな国会議員を生み出して勝利の美酒に酔いましょう。ありがとうございます。素人なんでお許しくださいませ。どうもありがとうございました。皆さんね、私に関する今の富田イタルの発言、これだけはちょっと話半分以下に聞いてくださいね。本当にほとんど彼の言ってることは全てね、彼の実体験や実感や、事実に基づいてお話してますけど、私に関することだけはこれはちょっと話が相当盛られてる。しかもね、毎日盛り方がどん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 大きくなってるのよ。もう本当に困ったもんでね、お前できそうだから一人で行ってこいなんて言ってないんですよ。言ってないんですけれども、この人ね、一人で立っても十分注目を集められるすごい人なんですよ、本当に。それからね、昨日もね、夜中にちょっと電話でお話してて、いろんなことをまあ相談したんですね、まあ、この活動する上でも。そしたらね、まあ私も編集者だった、彼も編集者、やっぱりね、編集者の頭を持ってるから話がこうすごくお互い分かりやすい。この東京ものすごい広いじゃないですか。うちなんかほら、これだけの同勢しかいないから、どうやって東京を攻めるかっていうので毎日本当に頭悩ましてるんですよね。でもね、彼と話したらすっきり私も頭が整理できた。まあそういう意味でね、ただ確かに弁当売ってるおっさんだって自分のことやったら言ってますけど、弁当売るのも大事なんだけれども、この人本当に頼りになる、とっても頼りになる仲間。それで富田イタルをですね、まあ名簿に載せた。そしたら私のところに、いわゆる性的少数者、レスビアンとかゲイの人ですね、まあ、特にゲイの人が多いですけれども、よく富田さんを口説いてくれました、有本さんと。そして彼が今言った通り、私たちはみんな普通に生きてます、そんな特別の枠に入れてほしくないんですと。そのことを力強く日本保守党がその主張してくれるんだったら、そして富田さんのような人を代表として送り込む、そういう意思を見せてくれるんだったら、自分も
に多少、例えば私のような人間と違うかもしれないけど、それ以外普通の私たちは同じ日本国民ですよ。例えば私が富田さんにね、昨日の夜これどうしようかしらと相談する、その時にいちいち別に彼がゲイかどうかなんて考えたこともない。彼はただ単に頼りになる、私にとっては今頼りになる仲間、一緒に戦ってる同士、それしかないじゃないですか。なのにこういう人たちをなんか特別な枠に入れてかわいそうな人にしてしまうなんていうのは、これ大変失礼な話だと思う。日本の社会にそんな余計な枠いらない。日本国民全体が豊かになればそれでいい。そうじゃありませんか。変なことやめてほしい。これアメリカでアイデンティティポリティクスとか言って、その人の属性とかその人の思考、そういうものでいちいち国民をこうやって切り分けてですね、はい、あなたにはこういう政策ですね、あなたにはこうやってお金配ってあげますよ、そういうことをやって政治家が自分たちの利権を太くしてる、こんな政治を日本に持ち込まれたら困ります。ですからそういうことをぶっ壊してみても、私たち日本保守党の主張、あの国会の中で展開する必要があるということでございます。皆さん、日本は平等な国、公平公正な国、そして自由な国、さらに言えばみんなで一生懸命働いて豊かになる国、そうでなくちゃいけないと思います。日本人は本当に今も昔も勤勉誠実だから、日本はこんなに清潔で、電車も時間通り来るし、停電もほとんど起きない、治安もいい、この国、こんなに一生懸命働く国民がいるのに30年も給料上がらないなんて絶対におかしい。そのおかしいところを私たちは一つ一つ指摘していく。あなたたち力がないから何にもできないでしょうって言うんですけれども、大政党の人たちが、いやいや、あんたたちのやってる間違いを一つ一つ指摘することは私たちはいくらでもできますよと。そしてその私たちに多くの人が味方してくれれば、それは国民の声になります、間違いなく。ですから一人でも二人でも、最初は一人でも二人でもいい、私たちが大きな政治勢力となるために皆さんのお力が必要。私たちはこの団体を生み出したけれども、あと育てていただくのは皆さんお一人お一人の力です。日本国民の我々の力で、あの腐った政治をやめさせましょう。よろしくお願いします。私もさすがにちょっと声が若干枯れてきましたけれども、まだまだこんなことではまだまだ負けるわけにいきませんので、皆さんなんとかあと1週間頑張りたいと思います。ぜひとも皆さんの周り、少しずつ日本保守党の輪を広げていただいて、なんとか投票日にいい結果が出るように私たちも頑張っていきます。皆さんもぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。それではですね、この貴重な場所、銀座4丁目をお借りして、もうだいぶ時間が経ちました、私どもの本当に扇の要のように、いろんなことを頑張って考えてくれる、そして私にとっては、まあ、一応私のことを上司と名目上呼んでくれるんですけれども、実際にはどっちが上司か分かりません。私がいろんなことを相談する、大変頼りになる特別顧問、元仙台市の市長、梅原克彦に最後締めてもらいたいと思います。銀座4丁目交差点をご通行中の皆さん、こんにちは。こんにちは。こちらは日本保守党、日本保守党と申します。どうぞ日本保守党の名前を覚えてください。ありがとうございます。とこうやって元気に声を張り上げておりますけれども、私も昭和29年生まれでございます、私たちのチームに、富田さんが入ってこられた時、まあ、こういうもう立派な 貫禄をお持ちでございますので、私わーい、僕よりもお兄ちゃんが入ってきたと、と思ったらですね、なんと還暦とおっしゃって60歳、私より10歳も弟です。なんだその辺のクゾックじゃねえかということでございまして、まああまりこういうことを言うのもなんですが、この3人合わせて合計190歳でございます。はい。
内訳はあえて申し上げません。さて皆様、私は事務局員でございますので、毎日こうやって肋骨に鞭打って、そうですね、競走馬でいうともう大体15歳か16歳、毎日のように有本事務総長にですね、こう鞭を入れられてですね、キャヒンキャヒンと言いながら、頑張っております。事務局でございますので、いくつか細かいことを含めて皆様に改めてご案内あるようお願いがございます。まず、工事の日、今週の火曜日でございましたけれども、 NHK の放送センターに、百田、代表有本事務総長、私の、と何人かのスタッフで、参りまして、いわゆる政見放送の収録をいたしました。すでにご覧いただいた方もいらっしゃるかと思います。私はそばにおりまして、今日は百田さんが何言い出すかちょっとこう心配でですね、有本事務総長もかなりいつにも増してですね、厳しく百田さんに対して事前のこのご注意といいますか指導されてたんですが、まあ百田さんのことですからですね、なかなか 100% その言うことを聞いてくれない。まあそれでもですね、 NHK のスタジオ、まあ、私もほとんど初めて参りましたけど、もう全部ドア閉め切ってですね、 NHK のスタッフの皆さんがとにかく絶対物音立てないでください、でもう咳払いもできない、もうシーンとしてですね、さすがの百田さんもちょっと緊張されてたんでしょうかね。いわゆる百田代表と有本事務総長のいわばその対談形式っていうんですかね、お二人で9分間、9分ちょっきり録画を、収録をいたしまして、それがすでに、放映されております。そして昨日夕べヘトヘトになって家に帰りまして、パソコンを開いてその YouTube を見ましたら、その政見放送が YouTube で拡散されてるんですね。でなんと日本保守党のその政見放送、ある YouTuber の方こう 各党のがずっと並んでてですね、日本保守党は29万回と出てました。これは驚きました。はい、でどこの何党はどのぐらいかあえて数字申し上げませんけども、ゼロが2つとか3つ違うぐらいです。大変驚きました。はい、でこの29万回の再生回数、本当にありがたいことでございますが、そのやはり高齢者の方々は普段インターネットとかですね、まして SNS を使わない方がたくさんいらっしゃいます。残念ながら日本保守党、今日お集まりの皆様のように本当に熱烈な支持をしていただける方がたくさんいらっしゃいますけれども、日本全体としてはですね、あえて申し上げます、まだまだ少数派でございます。どうしてか、日本の有権者数全数が確か1億600万人ぐらいなんでしょうか。北は北海道から南は沖縄まで有権者全で1億人おります。そして私たち日本保守党が候補者を擁立している6つのブロック、先ほど申し上げた北は北海道から西は近畿まで、このブロックの6つのブロックの有権者数大体7000万人でございます。7000万人という分母から見ると29万人だって、私たちの日本保守党の党員7万人、大変な数だとは思いますけど、まだまだ全体の中で見ると少数でございます。私も東京のいろんな町で、いわゆる街頭活動ですねいたしますけれども、日本保守党の党員の方が時々お声掛けいただいて、昨日も品川区の戸越銀座ですとか武蔵小山商店街で、ビラ配り、いわゆる選挙用語で、桃太郎というんですか、やりましたけれども時々お声掛けをいただいて大変嬉しいわけですが、全体としてはまだまだ日本保守党それなにという感じでございます。ぜひ皆様、とりわけ今日銀座4丁目にわざわざお越しになった皆様、先ほど来有本富田が申し上げているように、皆様方のお力です。皆様方が頼りです。どうか今日お配り、スタッフがお配りしておりますチラシの裏側に、私ども日本保守党の政策が非常に要領よくまとまっております。
先ほど有本富田が申し上げた、ご説明をした政策以外にもたくさんの重要項目、外交安全保障、経済産業、そしていろんな LGBT の問題とかいろいろな、そして、今日はあまり時間ございません、いわゆる外国人犯罪の問題、埼玉県の川口とか蕨で問題になっている外国人、いわゆる不法滞在の外国人によるですね、いろいろ交通事故が増えているとか、いろいろなそういう問題について日本保守党はタブーを恐れず国会で議席を得ればですね、現在の日本政府、そして自由民主党、公明党の連立政権に対して厳しく迫ってまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。チラシに書いてある内容、そして YouTuber の皆様が今日も丁寧に、録画を収録して、それを丁寧に編集して毎日のようにたくさんの YouTuber の方が配信をされています。政見放送も素晴らしいです。百田さんはちょっと緊張するぐらいがちょうどいいくらい、はい、私もそばで見て最初ちょっとハラハラするシーンもございましたが、いつもの百田有本コンビでですね、素晴らしい内容の政見放送になっておりますので、ぜひ周りの皆様、とりわけ高齢者の方々、にですね、その日本保守党ってのはこういうことを言ってる、とってもいいことを言ってるよということをお伝えいただければと思っています。さて最後に、私たち8月9月とこのブルーサンダー号を北は北海道札幌から、西は、大阪そして奈良まで、動かしまして、サマーキャラバン、9月になっても暑いのでサマーキャラバンと言っておりました。たくさんの支持者の方、聴衆の方に集まっていただきました。その中で私がきっと終生忘れられない風景たくさんあるんですけども、そのうちの一つあえてご紹介します。去る9月21日、奈良県の近鉄大和西大寺駅北口におきまして、私ども街頭演説を行いました。9月21日、奈良大和西大寺駅前と皆様お聞きになって、思い出すことはございませんか。まさに9月21日とは、今は亡き安倍晋三元総理のお誕生日です。安倍晋三さん、私も若い時からお父さんの安倍晋太郎さん先生の秘書をされていた時から交友ございました。同じ年です。昭和29年彼は9月21日生まれ。ということは今年本当だったら9月21日に安倍晋三さんは70歳の古希のお誕生日を迎えるはずだったんです。私昨年まで台湾で5年間大学で教鞭を取ったり会社勤めしてました。台湾の友人たちも安倍さんが2年2ヶ月前に凶弾に倒れた時、本当に私の友達友人たち本当にポロポロ涙を流して安倍さんを悼んでくれました。追悼コンサートまでやりました。南部の高雄市には安倍晋三さんの銅像を建てます。そうやって台湾にもたくさんの友人たちが安倍さんを偲んでくれました。街頭演説終わった後、百田さんと私、聴衆の皆さんとお一人お一人握手をして、ちょうど安倍さんが狙撃された現場というのはこの街頭宣伝車からその地下鉄の出入り口ぐらいの、ほんの20メートルぐらいのところに小さな花壇があって、そこが安倍さんが狙撃された地点です。もちろんその日の聴衆の方々、たくさんの方が花束を捧げて手を合わせておられました。もちろん百田さんと私も聴衆の皆さんと握手をした後、ご挨拶をした後、その花壇の前に皆さんが持ってきてくれた花束を前にぬかづいて手を合わせ、天井の安倍さんに百田さんは百田さんで、私は私で語りかけました。安倍晋三さん、あなたが、晋三さん、あなたができなかったこと、僕たち日本保守党、まだまだ小さな存在だけど、あなたができなかったこと、必ずやり抜きますから、どうか天井から私たちを見守ってください。安倍さん、ちょうど今日のような天気でした。天井から、梅原さん頑張ってるね、一つよろしくね、日本をよろしくねと、いつものあの調子で語
語りかけてくださったような気がしました。どうか皆様、日本保守党は安倍晋三さんのスピリットを引き継いで、日本の国を豊かに、日本の国を再び強くするために全力を挙げて頑張ってまいります。どうぞ日本保守党よろしくお願いいたします。ありがとうございました。日本保守党です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、1時間ほどずっと立って私たちの話を聞いてくださいましてありがとうございました。演説をしている間にですね、後ろからこう通りかかる方も手を挙げてくださったりですね、手を振ってくださったり、随分私たちの声少し広めに届いたのではないかというふうに思っております。今日から本当に私たちもう一度ギアを入れ直して頑張りたい。そしてこの選挙が終わってどんな結果になるか分かりません。全員打ち切りするかもしれないけど、でもそれでも日本保守党は絶対に諦めない。日本を必ず豊かに強くするため、絶対に諦めない。その時に皆さんのお力が必要です。政治というのは、あるいはその人の活動は一人では何にもできません。たとえ百田尚樹がベストセラー作家であっても、河村隆が名古屋市長を長きにわたって務めた、減税を日本で初めて成し遂げた市長であっても、それでも一人では何にもできません。ですから皆さんのお力が必要、多くの人たちの共感と力が必要です。何卒私たちに力をください。よろしくお願いします。それでですね、このポスターでございます。もうすでに受け取ってくださっている方もいらっしゃるんですが、このポスターは中央選挙管理委員会というところ、こちらに図案を提出して許可をいただいて印刷したものです。これ選挙の期間中だけ貼れるポスター。もしですね、皆さんのご自宅あるいはお店、外壁、いろんなところで貼れるよと、家の中はダメですよ、皆さんのどっか人目に当たるところで貼れる場所があるよという方はお持ち帰りください。ただしこれは東京都、東京ブロックの選挙区のみのものでございます。ですから東京外から今日たまたまお越しになっている方、あるいは東京以外のところに貼れる場所があるという方はちょっとご遠慮いただきたい。そしてですね、これ27日の投票日終わりましたら速やかに剥がしていただくということまでセットでお願いできる方は、このポスタースタッフから受け取っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。これからですね、恵比寿に行って渋谷に行きます。